イマニュエル・ムディエイは、今後民主共和国の首都キンシャサ出身、アメリカ合衆国、テキサス州ダラス育ちのプロバスケットボール選手。第二次、コンゴ戦争の真っ只中の1996年に、キンシャサで生まれたムディエイは、2001年に家族と共に、渡米し、テキサス州ダラスで育つ。渡米後にバスケットボールを始めたムディエイは、高校は、 隣町のアーリントンのグレースアカデミー高校に進学した後にダラスのプライムアカデミー高校に転校。その当時から注目していたという南メソジスト大学の HC ラリー・ブラウンはムディエーを同大学に進学するように呼びかけ、またケンタッキー大学やアリゾナ大学などの関係者もムディエーのスカウトに訪れていたがムディエーは大学に進学せず、 ブランドン・ジェニングスと同じように、国外リーグでプレーした後に、NBA 入りを目指すことを決意。2014年7月に、CBA のカントン・サザン・タイガースと契約した。そして、中国での1年間の無者修行を終えたムディエイは、改めて2015年の NBA ドラフトに、エントリーを表明。全体7位で、デンバーナゲッツから指名された。 NBA デビュー戦となった2015から16シーズン開幕戦のヒューストン・ドケッツとの対戦は前、ナゲッツのタイローソンとのマッチアップとなり11ターンオーバーを喫しながらも18得点9アシストを記録しナゲッツに開幕戦勝利をもたらしたまた2016年3月23日のフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズ戦では101から103 で迎えた第4クォーター残り数秒の場面から、騎士回生の逆転3ポイントシュートを決めた。ルーキーながら、チームを牽引する活躍が認められ、同シーズンの NBA オールルーキーチームの、セカンドチームに選出された。2018年2月8日、ナゲッツ、ニューヨークニックス、ダラスマーベリックスが絡んだ三角トレードで、ニックスに移籍した。ありがとうございます。